よし、スタートして、で、いや 3D プリント、あ、そうです。あっという間になんか色が変わりましたよこれ。あ、なんか緑色っぽくなってるのは変色したってこと？変色です。まあ、変色なのか外から吹き付けてある色が落ちただけなのか。これあのレンズキャップも一緒に出力してもらったところがそれが潰れちゃったんで、あの 2,3 週間後に再もう一遍あの出力し直したのを送ってもらったんですけど、色が全然違います。これです。でこれの GoPro 2用のも作りたいんですけどね。あとはそのこのもうこの足の部分は全部一体で作ってもうちょっと背を低くしたいんですよ。え、じゃあ角度調整はしないっていう感じですか？もうしなくていいように、この下の土台さえも角度決まってしまえば。でもヘルメットによってまた変わってきそうですけどね。あ、じゃあもうあれですか、あのキャットアイ仕様のあれをもう専用のつけてしまう。ええ、んキャットアイ仕様、いやキャットアイじゃなくて、今これあの GoPro 用の、ヘルメットマウント台座なんですよ、はいはい、と通常のアダプターとガチャコンってやつをもう初めから3D プリントで全部作っちゃえばいいんじゃないですか。あっちはですね、あのバネとか中に入る機構になるんで、GoPro のやつは単にあの本体の形だけでバチッとはめるんですけど、はいはいはい、あのキャットアイのやつはあのライト側の方にバネがいる機構が返しがいるんで、でもそれも工夫すればなんとかなるかな。ただあんまり細かいあの寸法が出力でちゃんと出るかどうかわからないんで、こうしてあと10秒。あ、ごめんなさい、はい、これって外側をこういう風にはめてるのがこうじゃないですか、ええ、でちっちゃいライトってこの内側でこうパコって入れるじゃないですか、外側のレール使わないと、うん、ああ確かそれ違いますよね。確かにバネとかいらないんじゃないのかなみたいな。あ、でもちょっと無理だろうな、こんなにカチカチするようなものはちょっと 3D プリントだと危なくし、あるちょっと細かい寸法でどうなるか分かんないですね。おはようございます改めて、プリキュア分かりました。そう、 Z さん、今日は Z さんの他にアーツさん、ガンチョさん、丸大さんが来る予定だったのが2人は多分脱落、1人は何かかなり違う場所に今いるみたいです。まあこんなもんですよ。いらっしゃいませ、おはようございます。よっと、というわけでもう待たずに行ってしまおうかっていうとこですね。一応集合時間が今度8時半なんで、カレー結局スキヤには入りませんでした。迷子、いや迷子じゃなくて意図的に、朝食はあのコンビニで買ったパン食ってきました、駅で電車待ってる間に。よし、角度大丈夫ですかね。 Z さん、いや Z さんすぐ後で着きました。5分も 2,3% かな、私がこのスキヤに着いてから。今日は私はあの三峰口通ってそこから北上して、あ、角度了解です、ありがとうございます。ん、ちょっと待った、あれこれで入力できたかな。よし、よっと、おはようございます、おはようございます。よし、これでいけるかな、寒いかな、電波、うん、多分あると思います、大体おおむね。 Z さんは今日自走してきてますね、今日もかな。はい、大丈夫、大丈夫。あ、ちょっと待ってください、私の方が、はい、ございます。あの今日の予定ルート、ディスクの調子表示する、ディスクの調子、あれ、うん、これでよし。あのなくしちゃったんで、バンダナどこ行ったんだか。
バンダナの方がやっぱり性能いいですね。手ぬぐいだとほどけやすい、すぐ外れる。というわけで出発です。秩父駅前から出発、西武秩父駅前。で、あの Z さんがさっき言ってたんですけど、あ、イベントありがとうございます。 GPS ですかね、 eTrex30 っていうガーミンのやつです。今日は何ですか、ん、何人かな、5人の予定が今2人で走ってます。ちょっと車道に出たいんだけど、さっきから車が途切れない。何キロ、私は今日40キロぐらいです。 Z さんが予定しているコースは100キロぐらい。私も去年その100キロコース走ったんですけどね、紅葉とあと秩父鉱山っていう、なんて言ったらいいんだろう、あれは廃墟がいっぱいある鉱山です。うん、これでうまく説明できてるだろう。じゃないです。今日は時間はですね、14時過ぎ、昼2時過ぎまで走って、その頃にはもうこっちに戻ってきてる予定です。で、2時半ぐらいの列車に乗って帰って、で、故障してしまったあの NTT レンタルのルーターをの交換品を受け取らなきゃいけない。そば祭り、今日か新そば祭り、今何時から何時って書いてあったっけ。あ、ん？で、あの、あ、大丈夫、ありがとうございます。あの、さっき Z さんが言ってたんですけど、あの昨日のアドマチック天国で橋立だっけ、なんとかっていう札所の近くが紅葉が綺麗らしいんで、それをこれから見に行きます。あの、ここから先2駅先の裏山口駅の近く、アドマチで昨日やってたらしいので、そのネタのところに行きます。そういや、さっきあの出発してきた飛鳥久保駅の近くの道の駅は確か薄焼きっていう、あのクレープみたいなお惣菜売ってたはず。まあ今の時間やってないんですけどね。あれは去年あのこのルート走って帰ってこっちに戻ってきた時にも、あの何屋さんだっけ、豚丼屋さんかな、で食べたんですけどね、食べなかったな。今日は飛行機、ちょっともうまく聞こえなかった。道、ここですかね。今これ299でしたっけ。ここはあまり変わってないんじゃないですかね、昔と。私の昔は10年ぐらい前ですけど、おはようございます。っていう店はいろいろ増えたんじゃないかな。さっきのあのスキヤも昔はなかったし。299日本か、ありがとうございます。私は今は、まあ、ニコ生配信もやってますけど、配信ができない、電波がないところは全部 YouTube 用に、いや全部 YouTube 用に撮ってるんですけどね。で、今その YouTube 動画にアップするための元ネタの
映像が何日分まだ残ってるんだっけ、 1,2,3,4,5 10日近く残ってますね。これ何号でしたっけ、 100? どっか表示があると思います。本当久々だな。そう、アンダーギャップして無料なんですよ。あれですね、まあ、145だ、ここ。まあ、YouTube で再エンコードされて容量落ちてるんですけど、元データは、ツイキャスは、PC でもできるんですよね。電波が弱いとこだと、あれ、有利そう、映像がそれほどでもないから、結構使えそうっていう話は聞いたことありますけど。単に面倒でやってないだけですね。試してない。で、YouTube のハンド動画は2時間分で、1本2時間ぐらいで、元データは15ギガとかあるんですよ。多分それが2、3ギガぐらいまで圧縮されてるんですけど、その動画は何本今アップしてたっけ？そう、画質が。でも本当はあれよりもはるかにいいんですよ。元映像は1080で、今アップしているのが HD っていう画質で 1280×720 ですけど、本当はフル HD でアップした方が映像綺麗になるんですよね。 YouTube 側がそのなんていうのかな、圧縮後の容量はフル HD の方が大きくなるんで、大きくしてくれるんで。ただ私は自分のホームページ上で組み合わせて表示したりする仕組みのためにフルじゃない HD で映像組み立ててるので、地図とかコメントのオーバーレイというかレイヤーというかあれのために。なんだろう、キューキュー言ってんの、サスペンションじゃないな、影森駅前。お、いらっしゃいませ。うん、秩父です。ん？うん、あ、な、なに？はい？音を聞いてしまう。はい。これ、サドル？サドル？なんかミスミスって感じうーん、そうですね。Z さんから今音が鳴ってるのがサドルじゃないかって言われました。どうだろう。こうチェック。YouTube はサイバーサイクリストで検索すれば、カタカナで検索すれば出るはずです。ただ順番めちゃくちゃなんで、どちらかというと、あ、そうか、ホームページがあれだから、サドルが、わからんな。サドルまだ新しいんですよ、いらっしゃいませ。もう音が鳴るとしたら、サドルのレールのとこですね。レールか、あるいはシートポスト側か。ああ、なかなか。今気温の方も指出しグローブで、まあ特に寒いってほどでもなくてちょうどいいぐらいですね。なんか音ってキューキュー聞こえます？なんかキュッキュって今みたいな、私のこの音ってキュッキュっていう音が聞こえてますかね？僕はもうずっと聞こえてますよ。はい、聞こえてます。あ、聞こえてます、はい、なんかでも
擦ってる感じじゃないですよね。当たった時にサドルがちょっと変形してとかその程度の話で、ああやばいんでしょうね。ええ、多分これ70センチ今左、あ、サドルますよ。これからあのアドマチスポットに、もう当たるときに音が鳴ってる。このサドルはなんてやつだったかな、スポートスターとか言うんだっけ、スポーツなんとか。ん、ケンジ君誰、そばの町。なんかさっきあのそば祭りの表示がありましたよね。去年と全く同じ日ですもんね、今日って。ん、去年も、あ、そうでしたっけ、第3日曜日かなんかに来てる。去年来た時のそば祭りってイメージが残ってないんですけど、途中渋滞してたじゃないですか。でしたっけ、あれ覚えてないですか。途中の道、その大滝の手前ですよね。そうそうそう、会場はこの道沿いなんですかね。もう過ぎたかみたいなところじゃないですか。はあ、じゃあスポットへ。確かあの秩父88箇所の札所なんですよね。お、来た来た。うん、おはようございます。うん、大津さん、山本太郎、誰、山田太郎ならドカベンだから知ってるけど、ダムまで結構あるな。確かダムの手前に札所があったはず。サドルが鳴るにしちゃ意識して鳴らせないのがおかしいな。カチカチなんですけどキュッキュって言うんですよね。あ、チェーンが、あ、フロントの方ですか。やった、抜かした。確かにダンシングしてると音鳴らないな。あのフロントのチェーンが内側に落ちたのかな今のは。もうやってますね。そうそう、山の中に来るとこれって朝大丈夫ですね。ああいい匂いがする。ヨモギじゃないけどなんか少し草っぽい感じの、でも青臭くない感じの匂いがする。今日は天気いいですね。そう、結構もやってます。この日が当たった斜面とかから動画編集、そうなんですよ、マシン早くしたい。とりあえず今新しい世代の CPU が出てきてるんで、でそれだと確か前のやつからもそうなんですけど、 CPU に動画エンコード早くする仕組みが入ってて、私が持ってる世代の次の世代から確か CPU にそういう機能がついたんですよ。あ、この辺りだ、橋立て鍾乳洞、これだ。うん、応援になっちゃうんすか。お、これはあれ、ちょっとまだ来ない。あ、来た。今朝は4時半ぐらいです。
これですね。アドマチ出てから翌日にも見に来るのかよ。しかも朝っぱらから。第28番札所。こっちはなんか魚の養殖やってるんですかね。よいしょ。うわ、木からも湯気が出てる。お、ユースハンです。祈りか。徒歩2分200メートル。ここが駐車場で、ここから下った先が鍾乳洞。私アドマチ見てないんでどういうところか知らないんですが、クマこっちの方はいるみたいですね。でもあんまりクマ注意たくさん見た覚えはないな。おお、まだ街灯ついてる。ジョブズがどう貢献してるんだっけ。電あの携帯のアンテナ設置の状況に。うわ、いらっしゃいませ。おお、こっちか。あ、動画こう、あ、これか、ピカピカ光ってんの。よっと。おお、ハイソンですか。これ、おお、おお、綺麗。これ、あの石灰質のどうかな、映ってるかな、色的に。おはようございます。白い壁が。じゃあちょっとポタハイ持って。あ、見えました色。近くまでいたらもうちょっと綺麗に映ると思います。増え、あ、クマ的に、はあはあ、喫茶店もあるみたいですね。まあこの時間やってないだろうけど。ん、クマの、あ、そういや足箱駅の駅であれ400円でクマよけ鈴売ってましたよ。私は見てないけど来ました。おお、おはようございま す, おはようございます。おお、あ、でも行ってみますか。録画できるし。え、録画はできるし。あ、なるほど。予約は、あ、そうです。じゃあどうかこう延長してから行ってきる。時間は、あ、50分か。入りますか。そうですね、行ってみます。はい。どのぐらい、時間ってどのぐらいかかるんですかね。10分ぐらい。じゃあちょっと、もう少し見て待ってから入ります。うん、壁。後ろが白いっていうのもすごいですね。昨日テレビで見て、早速行きます。そう、テレビでやってたね。あ、やってたね、テレビなんだ。テレビの影響が。アドマチやってたのは昨日の夜なんですよね。これからいっぱい来るんじゃないかな。赤いですね。こっちから見ると赤いのがあまり見えないな。いや、紅葉はあんまり紅葉する木がこの辺り少ないんですけどね。ここはそういうモミジがあるので際立ってますね、色が。そう、私知らず来たんですけどね。 Z さんも知らずに計画立ててるはずです。おはようございます。
あの花の、ああ、あの花ってもう何年前のアニメなんだろう。よっと。だいぶ前ですよね。4年とかじゃないですかね。4年もそんな経ちますかね。あ、そうでもないか。3年。聖地行ったら今日はあの大洗の方ですね。ヨッシーさんとか行ってましたよね、確か、うん、こっちから見ると綺麗ですね。巡航側から見るとそんなに 赤さが見えないけど、あれスズメバチの巣かな。お堂というか、ね、屋根の影のところにでっかい巣がある。もうあれはしょっちゅうってありますね。大穴が開いてる。さて、もうそろそろ延長できるかな。延長したら、洞窟の中入ってきます。鍾乳洞10分ぐらいかかるけど、皆さんには多分電波はいかないと思います。そう、これあの奥多摩の方の、白髭神社っていうのもこんな感じの白い壁沿いにお堂が建ってますね。じゃあ、あと1分か。鍾乳洞は200円です。子供は100円。団体1割引きってことは180円になるのか。じゃあ延長してから行きますんで、もうちょっと。まあ鍾乳洞の中は電波ないでしょう。壁オーバーハングですよ、これ。なんかこういうとこの石灰の壁ってオーバーハングのやつばっかりな気がするな。そう、私もここ知りませんでした。橋立鍾乳洞、コウモリとか、あとヘビとかいるのかな。あと20秒。記事団体何人からなんですかね。書いてあるのかな。なんとか以上って書いてあるな。うん、ちょっと走ったのもあって結構今あったかいです。あと1、0、5分前から確か延長できますよね。延長の、自動延長、走った。じゃあ、入道、これ書いても、入ってきます。10分くらい。で、これをスラッシュパームで、これでいいかな。鉄人？頭がですかね。じゃあ、入ります。すいません、鍾乳洞の料金は200円だよ。ここで払えばいいんですかね。そうです、ここで入ります。入ります、はい、ずつさん延長できたんで入ります、はい、そうそう、はい、じゃあこれで、はい、よいしょと。どうなん、写真撮影禁止だ。1000円出した。1000円出しました。じゃあこれだけ。はい、はい、矢印を左に降りて一目で。はい、はい、よかったら、ね、はい、はい、岩の低いところがありますのでヘルメットかぶっていってください。あ、待てよ、写真撮影禁止だと。あ、すいません。すいません、これビデオ撮りながら走ってるんですけど、これ写真撮影禁止ってことはビデオも禁止になるんですよね。ビデオも禁止なんですけど。ああ、わかりました。被ってるのね。はい。うん、かぶってこにするのがいいわ。あ、そうなんですか。夢中持ってほら撮って。ああ、そういう意味なんですね。ちょっと急な階段がいっぱいあるんです。ええ。それで落ちて大怪我してする。ああ、わかりました。手禁止しちゃったわけ。そう、手はもう開いてるんで大丈夫です。だから手が開いてれば捕まって登ってくださいね。わかりました。ありがとうございます。聞いてみてよかった。というわけで写真撮影禁止って書いたのはそういう意味なんですね。そういう意味だったのか。
そういう意味で禁止って書いてあるところもあるんですね。初めて知ったねえ。で、この私のこの状況っていうのは相当特殊な状態ですよね。普通のビデオ撮る人だって同じですよね。手で持ってる以上は OK ですね。じゃあ、あの洞窟の中入るまでは電波ありそうですね。そうそう、夢中であの大怪我した人がいるらしいんで落ちて、というわけでラッキー。ああそうだ、寒そうだな。確かに。聞いてみるですね。どこもが、あれこれさっき登ってきた道じゃない側か。あ、初見さんいらっしゃいませ。そう、あの自分の趣味を放送で見せてます。鍾乳洞どうですかね。中は一定の温度だから凍るようなのっていうのはどうなんだろう。富士山の方の鳴沢あたりは風穴とか言って、なんか一年中凍ってるとかありますけどね。おお。でこれ確か気温一定ですよね。二等の、あ、ライト持ってくればよかったかな。大丈夫かな。あ、ちゃんとついてる。足元、私はこれ GoPro 頭をぶつけるんじゃないかと思って。あ、そうですね。おお、すごい。おはようございます。これ縦型の鍾乳洞はかなり珍しいとテレビで言ってました。ん、縦型、あ、上下に。じゃあちょっと皆さんこれで多分電波なくなると思います。じゃあまた。あ、はい、こう、はい、お、あばよーと、うお、これ本当に GoPro 簡単にぶつけるな、これは。あの全然想像してたのと違います。そうですね。私はあのよみうりランドの近くの弁天堂っていうところがあって、そこはほんのちょこっと入れる平坦な洞窟なんですけど、あれと比べるとものすごいダイナミックだな、これ。鍾乳洞って水の上でか横に入ってきますよね。ああ、うお、しまった、配信終了詐欺だ。ちょっとここで処理できるかな。コメント来てますね。ちょっと立って歩けないのが。いやー、これ腰に来るな。ん、あ、超低いのこと。デブでヒゲ出すとダメなのかよ。いや、本当ですよ。すごいな、これ。ちょっと背中伸ばしたりしたら、よっと、これ上に見えた、うわ、泥が、思いっきり泥掴んでしまった。ちょっと、いらっしゃいませ。うわ、ぶつけた。GoPro 大丈夫か？大丈夫か GoPro？きっとそうで、おばちゃんがニヤニヤして待ってるに違いない。うわ、これまた頭上げられない。やった。まあまあですかね。こういう外観なのか、全然中と。そうですよね、登った方が。下から来ましたよね。じゃあちょっと映像戻してから行きます。よいしょ。あ、そうだ、レンズが心配。ん？レンズには相当のことない限り当たんないな。当たるんですよ、これ。レンズの周りのところがだいぶ削れてるけど、あ、大丈夫かな？
まあ見てみないと分かんないですね、これは映像。よいしょ。さっきどっちしろ FM エリアが止まっちゃったんですよね。コメントだけ打って、あれ、もっと開始をし、あ、そうだ、こうこう、あれ FM エリアが来ない。あれ FM エリアが、あ、来た、お待ちを、ん、こっちか、こうして、こうして、よっ、よし、出た出た。ふう、どうですか、来てますか。あ、来てますね。お待たせしました。この洞窟ですね、この洞窟ですね、あんま気軽に入っちゃダメだと思います。戻りました。今ここから出てきたんですけど、わかるかな、雰囲気が。この入り口だけでやばいです。こんな感じ見えますか。今ここから私四つん這いで這い出てきたんですよ。この中ですね、横移動よりも縦移動の方が多くて、あとですね、 GoPro2、3回ぶつけました、天井に。だからこれ GoPro 映像が今日どうなってるか不安なんですよ。すごかったです。2種類200円。これメンテ代のこと考えたら人が少ないと出ないんじゃないですか、これ。それ不安です。どのぐらいなんだろう、配線と、まあ野外じゃない、野外というか雨は降らないんで、配線とライトのメンテぐらいだと思うんですけどね。そう、縦の鍾乳洞ってこんなすごいんですね。ヘルメット、あ、そうそう、ヘルメットかぶっといた方が良かったと思います。本当にどうでしょうの、あんな感じでしたよね。こういうとこ発見して10分、選手の日15分ぐらいかかってますね。スネークはいたかもしれないけど、それどころじゃなかった。ここでも放送音声だけだったとしても、それなりに楽しみなんじゃない。どうかな、途中音声部来てましたかね。ブレアウィッチっぽいね。ブレアウィッチ、私ブレアウィッチ見てないんだよな、あれ。ブレアウィッチ的なというイメージする通りなので、ね、なんかホームビデオ的な画質のイメージですけどね。あ、ありがとうございました。いやー、ものすごかったです。ここはですね、ある意味おすすめです。結構おすすめですけど、それなりに覚悟して入った方がいいと思います。またよく知らない犠牲者たちが。え、なんてとこ、これ何鍾乳洞って言ったかな。おお、よく見たらヘルメットあったんだ。ありがとうございました。どうでしたか。やっぱり聞かれて、思ったより厳しかったです。自分だとここが通るそんなことないけど、そんなおかしいね。やっぱよっと、すごいですね、ここ。びっくりしました。ええ。あ、途中ぶつけました、なんとか。ええ。あんなにすごいと思わなかったです。多分大丈夫です。ええ。ありがとうございました。面白かったです。面白さかなりすごかったですよね。いやー、すごかった。うんざりさんに寸前で終わってくれたというか。そうですね。あ、そうだ、あと、レンズの汚れが、あ、大丈夫だ、レンズ無事だ。この GoPro3 じゃなかったらやばかった。 GoPro2 はレンズの
ところがガラス出っ張っちゃってるんで変燃える元の人、あ、人くるくる、また犠牲者が、うん、お、うん、さんいらっしゃいませ。メーカー、どれの話だろう、 GoPro の話か。 GoPro だったら GoPro ってメーカーです。掃除ロボ、ルンバ。次々にあの知らない犠牲者が吸い込まれていくな。よく知らないで入りやがって。そう、アドバチやってたから今日はあのすごい数の犠牲者が出ると思いますよ。でも本当になんか気をつけるようにちゃんと言わなきゃやばいな、あれは。あ、大丈夫です、私の方もちょっと、よっと。そう、テレビでやってて、ん、あ、いります、ちょっと待ってくださいって。これ置く場所がないな、地面に置くか。ちょっと今コメント聞こえなくなってます。あの今ヘルメット地面に置いて手ぬぐい頭にかぶり直してるんで、よっと。 GoPro の角度もだいぶ歪んだな。こう、このぐらいかな。こうで、もうちょいこっちか。意外とこのマウント締め方が足りてなかったな。天井にぶつけるために GoPro があの後ろにのけぞってよし、昼が夜、昼が夜ってなんだっけ、なんか聞いたことあるような、いや、ないな、多分。よいしょ。あ、そっか、 Z さん今ツイート中、ツイート中というか確認中ですね、うん、Z さん、グリーンライン工場って何ですかね。え、あの丸大さんが、うん、丸大さん現在グリーンライン工場中なんですけど、グリーンライン工場って分かる人いますか。奥武蔵グリーンラインなら私は知ってるんですけど、ただグリーンライン工場っていうと、それだ、グリーンラインだ。グリーンラインを屋上とかそんなこと的な話ですかね、分かんない。でも工場ってあのファクトリーの工場って書いてあるんですよね。あの上を目指すの、あ、工場、うん、多分、うん、なんか打ち間違い的なのかな。なるほど、グリーンライン登っているだとしたらこっち来る気ないですよね、もう。いや待てよ、秩父から秩父に降りてきて一応こっち側に向かってはいるのかな。あ、それあれしろですね、グリーンライン工事中か。あ、工事中、工事中だ、工事中、工場、工事中、どうだろう、フリックで間違うかな、予測変換で間違えるかどうか。あの今日本当来るはずだった人のうちの一人がですね、かなりあのここから10キロ20キロ離れたところを走ってるらしいので、その意図を汲み取ろうとして今 Z さんが情報収集してます。まあ三峰口までには追いつかないかな。うん、ちなみに今その離れて走ってる人、丸大さんって人は足が有り余ってる人なので、多分追いつこうと思えば、まあ秩父鉱山には間に合いますよね、多分。そうですね。あ、ただ私が三峰口から分離した場合はそこからペース上がりますよね。いや、僕はそうなんですけど、でも確かここで結構今時間食ったな。あとは Z さんと岩長さんがまあ来ないんだろうな。丸大さんも自走で来てたみたいなんですけど、なんか秩父、私は秩父結構好きですね。で今日走る、あの私は峠の方まで行かずに途中で折れてぐるっと回ってくるんですけど、その道は結構好きです。確かあのこんにゃく食べ放題の店があるとこだ。こんにゃく食べ放題、あの200円でこんにゃく食べ放題で、で1個がなんかこんなでっかくて分厚くて、2つ食ったらちょっと苦しいんですよ。でもローカロリーだから、ね、味噌たっぷりついてますけどね、甘味噌が。うん、まあ行くしかないですね。あそこの食べ放題までやってんのかな。両上に道の駅の隣ぐらいのところにあるんですよ。
あ、そこの道の駅ですか。うん、そこの道の駅ですか。そこ三峰口の近く、の北のあたりです。はい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 。この近くにも道の駅あるんでしたっけ。いや、だって三峰口ってだってもうあと3駅ぐらいじゃないですか、結構から。でしたかね。も10キロぐらいだったと思うんですけど。豚肉の味噌漬け。してたら失礼。あれ、今何の話だっけ。Z さんのツイートから。グリーンライン工場中って書いてあったんですね。なるほど。グリーンライン工場っていうツイートかと思ったら中がついてたんだ。ってことはこっちにそもそも来れない可能性がありますね。でもまあ国道に降りれば来られるか。まあ迂回路とかあるんだろうし、時間がかかってるだけじゃないですかね。うん。まあロボさんに会えるか会えないかというだけで、僕に追いつくのは造作もないと思うので。多分大丈夫ですよね。岩長さんは53分前によく寝たって書いてある。なるほど。そうそう、奥武蔵グリーンラインですね。正させてもらうと奥武蔵グリーンラインですね。ちなみに私の住んでる中山のところにもグリーンラインがありますね。地下鉄の始まってしたっけ。じゃあお邪魔しました。ああまた犠牲者がかな。こっち来てるから多分ここだと思うんだけど。あ、違うか。こう来てるんだったらまあそうだよな。いや、歩いて、いや多分駐車場からじゃないですかね。駅からでもまあそんな離れてないかな。道戻るしかないかな。小二道パーキング北道戻ったら早いな。不明の2人は、1人は1時間前によく寝たって書いてあって、アーツさんどうだろう。アーツさんの方まだ今チェックできなかったんですよ。アーツさんまだ寝てるんじゃないかな。どっち側回ってたらいいですかね。戻った方がいいですかね。こっちからぐるーっと回っていくこともできるみたいなんですけど。あ、僕はそうルート引きました。あ、じゃあそっち行きますか。これまだ登るのかな。登りそうだけど。ですよね。道ぐねぐねしてるし。あ、でもさっき洞窟の出口から見えた道ですよね、これ多分。ええ、まあ、あんまり眺めがそうそう。そこは避けるとか私はありますけどね。私は結構避けたりしますけど、気配ゼロですよね。なぜひらがななんだ洞窟が。いや、これから国道に戻るんですけどね。なんか妙にひらがなが目立つな。鍾乳洞洞窟、なんでしょうねこれ。決してなんかその漢字をあのテープで貼って作るのがめんどくさいわけじゃないですよね。鍾乳洞は漢字で書いてあるし。お、初見さんかな、いらっしゃいませ。ちょっと今日も読み上げが聞き取りづらくて。おお、いかにも林道らしい林道があっちに伸びてる。
左肩、これは第三の目がついてます。これは確かペンその辺か、洞窟。あとよく見たら Z さんのこれゴアテックスですね。 Z さんは今ゴアテックスです。あ、今ここそうか、置きっぱにしたから切れてんだ。ちょっと今ここにしてきます。あ、なかなか絶景ですね。小学校どうですか、その時のトラウマ残ってますか。安田にまた言われてるよ。今ここ一旦切ってオンにして、あとあんまりグリーンパス、あ、どうかな、いやメーカーのこだわりは多分ないと思いますけどね。ペン、これでもこれ一眼にしちゃうかなり小さいはずですよね。なんか指抜きなんですね。はい、指抜きなんですね。あ、そう、今これで大丈夫です。こんなの、ね、私は結構手がせっかきなんでできる限りこれしてます。どこに向かってるかというと、とりあえず三峰口駅、秩父鉄道の南側の終点のですね。でももうちょい寒ければ厳しいな。今そんなにこれ空気寒、あの冷たいってほどじゃないです。うん、左、右じゃないですかね。左に右折ですね。お、いらっしゃいませ。あの道かな、なんかその辺に行く。あ、ちょっとリアライトいつもついてます。これ単4電池ですか。どうですか、あのリアの単4、2本ぐらいですよね。そうですね、ペッパーで16時間ですね。私はこれの3等を取るキャットアイですよね、確か。私これの3つのやつを今後ろに使ってます。白いのは日本に少ないんですね。白いフレームに合わせて多分、これ反射材になってないじゃないですか。うん、要するに透明なレンズだから反射材になってないってことで日本に行ってないんだよね。違うですね、こっちじゃないですか、まだ上。タイヤ細い、いや普通でしょ、これはロードだと。右ですよね。ていうかロードのタイヤの太い細いってあまり見たことないな、意識したことがない。おお、これ裏山ダムでいいんだったかな。紅葉そこそこ。イザルコかカヨ、カヨあれかな、 Z さんの自転車のことかな。5ミリか、本当に天気いいですよ。雲は全然ない。こんな狭いところに草が生えてる、落ち葉が積もって。バンビティは今日来てないです、持ってきてないです。センターに落ち葉が積もって、ちょっとしたひびから草が生えてましたね。ここまだ、そう、バンビティはお泊まりの時だけです。家でも使ってなくて、本当にあれお泊まり用にしか使ってないですね。あ、また泊まりで行きたいなとか、あれってまあでも真ん中以外のところは綺麗にしてありますよ。
そう、3週間ぐらい走ってませんでした。よっとですね、涙出ますよね、冷たいと。次の、年末ぐらいになりそうですね。でもその前に11月末までの、あの株主優待のアナの、あ、なんだこれ、なんだこれ、回る回る。長崎県は走ってないです。あ、他にはついてない、コースがついてない。え、何これ、まさか取れる、あ、取れない。あっちは丸が全部ついてるのに、こっちは、あ、これもしかしてネジが、おお、いかん、下手なことしないでよ。こう、この球体がですね、こっち側の欄干の上のはことごとくないですね。向こう側は結構、いや、向こうもないとこある、あるな。なんだろうこれ、盗まれたって感じともちょっと違うけどな。蓋してあるし、いや、してないのもあるな。最後の、いや、まだこっちのはたくさん残ってますね。まだ収穫できる。なんだろうあれ、また登ってる。豊作。次はさ、いや、でも あれ珍しいですよね。あんな状態になってる橋見たことない。あれ単に回せば取れるのかな。小さいネタ、小さいネタですけどね。ああいうのはなんか印象残るな。日が経って登ってると少し汗ばむかな。ブレーチングが、車来た。紅葉はそんなに鮮やかじゃないですね、色は。浦山山荘、いらっしゃいませ。あ、さっきの28番で今度は29番だ。朝鮮院かな。最終目的地は秩父駅。お、いいよと戻ってきます、こっちの方に。しかも私は今日夕方ごろ荷物の受け取りがあるんで、2時過ぎには、そうそう、わざわざこっちまで来て、で Z さんにも言われたんですけど、こういう誘われたりしないって、最近ほとんどなんか走る気力ではないんだけど、なんか走れてないんですよね。走るきっかけがな、きっかけになったので、今日のこれは。なので途中離脱だけどこっち来ました。そう、まあ、冬だからというよりは、単に今私が走る場所思いついてないんですよね。更年期障害だっけ、初老ですから。うわ、今日写真撮ってないな、全然。洞窟から多分一枚も撮ってない。そう、2時ぐらいで今日終わりの予定です。はい、巡礼お休みセンターって何時からなんですか。ああ、それはブルベ的に休憩ポイント、あの睡眠ポイントで。四国ってああいうのいっぱいありますよね。ああ、そのお接待とかでの文化で。宿坊ですか。お寺は宿坊か。宿坊は一応お寺が経営入ってるわけですよね。ええ、なんか88箇所ってこう、あの道のなんていうか、まああれですね、あの北海道でいうところのバス停みたいな感じ。ああ、いっぱいあって。寝袋があればなんとかできるっていう。みかんとかみたいな。みかん。四国らしいな。ね、した建物。あれはちゃんと見てなかったな、今。泊まれたらどうする。面白そうですね。ここで泊まる機会はそんなにないので。
距離的に。お、なんだっけあれは、佐藤製薬でしたっけ、キャラクターの名前がわからない。じゃあ佐藤ちゃんで。あー、いい感じになってきた。そう、秩父88、あの小坊主の佐藤ちゃんですか、あれは。あの小坊主のイラスト全国共通なんですかね。あの若干目が後ろにも見えるあれ。どうでしょう、でもネタにされてた小坊主看板。ネギ畑が、小さいネギ畑が。これ川沿いかな。あ、違う、川じゃない、用水路か。お、これは豆か。豆ですよね、多分。うん、なんかダダシャ豆とかあんな色してる感じの。どうでしょう、新作は。先週のあの途中から見ました。ツイッターで始まったとかいうのが書いてあったのを見て、おっと思って、10分か20分、15分ぐらいからかな、もうその行き先がアフリカですとかいうネタバレというか、そこの引っ張りが終わったとこでした。多分その今回どういう装備持ってきましたかとか、それじゃ暑いなとか寒いなとかいう。大学の時の同級生が、ええ、今アフリカで旅行代理店に。あ、ツイッターに書いてあったのは大学の。アフリカついちゃった。え、でもアフリカはもうネタバレ大丈夫ですよね。いや、全国的に。ただ東京の人が見たというだけじゃない。あ、全国的にダメなのかな。まあさすがにもういいような気がするけど。あと私はどうでしょう、そこのところどこかなとか楽しみにしてるわけじゃないんで、そっちの楽しみ方が。ちなみにその旅行代理店の人は、ええ、どうでしょう、スタッフに、ええ、どこ行ったとか見たとかバラして全く構いませんからと言われてる。あ、そうなんですか。うん、観光例みたいな一切ないと。どうでしょうのスタッフの中だと観光例ないそうです。そう、私もなんかそのどうでしょうはどこ行くかが非常に重要っていうわけじゃなくて、その途中何がイベント起きるかですよね、やっぱ。うん、今日マウンテンバイクです。近場の輪行で来るときにはマウンテンバイクが多い。ん？東京、あ、MX、そうそう、今日ですよね、日曜ですよね。ただ先週途中から見た感じだと、まあやっぱりなんかその何が起きるかわからない感は昔の方がすごかったですね。最近堕落してますよ。うん、まあそれはもう自覚してるんでしょうけどね。それでいいやと絶対思ってる。結構そういうあの今その堕落してるとかいうネタも盛り込んできてますよね。騙しに。とりあえず先週は床屋に行かせようとしてましたね。アフリカで床屋、このデコが私もサッカー全然見てないです。どこ走ってるんですかこれ。え、なんかいや大丈夫だよ、線路変更してるから大丈夫。あ、してますかね。おはようございます。早いねって言われた。そう、このローカル道を疾走してますからね、今疾走ヤンキー魂なので。彼女にそうなのか、どういう意味なのかな。とりあえずは三峰口ですね、三峰口駅。あ、宣伝が、あれも宣伝と言いながらやってますからね。だから捨て間にならない、ステルスしてないから。あのね、
本の宣伝がすごいんですよ今回。あ、そうなんですか。でずっと続くんですよ。あ、そうなんだ。いや、もういいんじゃないかとか思うんだけど。あの、大泉さんの本の宣伝まだ出てきてないですね、先週時点だと。ってことは床屋に行って本当にやらかして、それを盾にしてこれからどんどん宣伝するんだあの、どうでしょう、見てない人すいません。駅舎が なんて駅舎前。いや、みんなそんなすごいんだ。で、小泉さんは何の本書いたんですかね。自伝的なもの、なんだっけ、喧嘩太鼓とかいう自伝ネタなのかな。お、そばまんじゅう。お、あの、宇宙が生まれたのはもう何年も前とかそういうネタなのかな。でもなんか嘘自伝とか書かせても本一冊できそうだな、あれ。おお、うん、Z さんは確かオープンソースマップでしたっけ。オープンソースこれ今 Yahoo の。あ、 Yahoo の。ありがとうございます。一応国道の方に戻りつつあるな。両神さんはどれでしたっけ。ちょっとどれだかそうだか分かってない。両神でしたよね。両神百名山なんでしたっけ。で、今日ずっと国道をただ突っ走るかと思ったら予想外にいい道走ってますね。あ、車、今これ線路逆方向ですね。あそこの踏切渡ってターンしないと。なんか行き止まりっぽくなりましたね今。これが秩父鉄道の何駅間だ。ここはもう一二駅ぐらいは来てると思いますけど。おお、まっすぐ区間だ。SL、あれ、秩父鉄道って SL 走ってましたっけ。秩父号とかないの。秩父号ありましたっけ。見たことないな。そうすると SL 走ってるので知ってるのは、大井川鉄道がかなり定常的に走ってるのと、あと津和野の、あそこの山口県の津和野の何号だっけ、あれは。あと阿蘇山の方も前走ってたな。今どうなのか知らないですが。ほい、出た国道に。まだ先に国があるかどうか問題。ああ、私はとりあえず自販機が、あ、そうか、Z さんは昼飯が、ん？何が飛び出してきた。あ、チビちゃんが、なんかホイホイとか言いながら登っていきましたね、走って。三峰口駅までは、うん、ここから交通量多いです。この少し先に道の駅があって、確かその次の駅が道の、あの、三峰口だったっけ。うん、三峰口まであと5キロぐらい。ああ、去年より時間はやっぱり、はい、ですね。まあさっきのところがあるから。でもネタとしては大きかったですね、さっきの配信はさすがにできなかったのが、でも残念だったな。通常配信だったらもしかしたら、歩道ここは広いですね。車道の路側帯というか、この白い線の外がほとんどないから、ここは歩道走った方が安全かな。で、今質問なんかされたかな、すみません、聞き取れませんでした。
そこにあるのが道の駅、なんて書いてある、あれは見えない。こういう時には三峰から私は北上します。よっと写真撮って、はい、す、あ、ラストコンビニを、道の駅がそこにありますけど、あ、食事はない、あ、食事というか持っていけるのないかな、弁当は分からないですね。道の駅荒川。じゃあロボさんゆっくり行っててください。追いつけたら追いつくということで。ああ、そうですね。あ、はい、猫猫。今日はあの指輪グローブで大丈夫です。三峰通るは走らない。じゃあゆっくり行ってて、はい、追いつかれれば追いつかれるってことで。はい、じゃあ多分後でね。またなんか警告音が。というわけで Z さんとお別れです。 Z さんはですね、これからあの秩父鉱山の方に向かうにあたって昼ご飯調達しとかなきゃいけないんですよ。なのでどうかな、 1.5 キロ戻ってコンビニ行ってまた走ってきて、お、あそこで写真撮ってる人がいる。おお、これになるな。いや多分追いつかれるぐらいだと思うんですけどね。Z さんは 1.5 キロ戻ってコンビニで買い物してからまたこっち来るんで、どうかな。こっから三峰虫がね5キロぐらい、 Z さんがプラス3キロ走るわけだから追いつかれるな。 Z さんが8キロプラスコンビニ買い物で、私が5キロ、これなら多分追いつかれる。おはようございます。私は今日は昼飯調達しなくても、まあ、2時ぐらいに帰るつもりだからそれまで我慢してもいいし、あ、でも多分こんにゃく食う、渋線って、どこが走ってる話ですか。あ、さっきの人これ狙ってたのか。おお、でかっ。あれ、なぜ切れた。あれ、ん、あれ取りすぎた。今踏切の音が鳴ってたけど、どうした。お、あれ、あ、ダメだ。どうだろう。ああ、行ってますね。通常走になっちゃいました。でさっきあの踏切の音が聞こえたんで見に来たんですけど来ないですね。もしかしたらすぐ近くが駅です、あのすれ違い待ち駅でしてんのか、ちょっとあのカクカクになりますここから。まあいいや、行くか。あ、今日 SL 走ってる本当に。あ、来た。ああ、間に合わねえ。ああ、くそ。ロケ弁、何の話？案内路してたっけ、地鉄って。濃い緑とあのライトグリーンの
島あのラインでしたね、銀色車体に。ロケ弁はでも何の話だ、弁当調達しなきゃいけない絡みの話か。というわけで、もうZさん着いた頃だろうな、コンビニに。あ、そうなんですか。そして秩父線っていうのは秩父鉄のこっちのほどでなんですかね。まあ確かにこの線路線厳しいだろうな。鈴鹿園かな。ちょっと昼飯早いな。昼食べよう。あ、本当に秩父鉄道は？スポーツ、いや、基本的にあの車道が前提で、危険だと判断した場合とか、あと歩道に OK って書いてあるところは歩道走っていくことになってます。はい、あー、ダメだ、配信が聞こえなかった。配線になるとしたらやっぱこっち側ですよね。水野の方じゃなくて、寄居とか水野の向こうの方じゃなくて。三峰口は登山の人が来るんでしたっけ。私も過去にあんまり三峰口まで臨行してきたことは少ないな。何がインフラがですね、臨行的に残念。テスト、地鉄がですかね。うん、ロープウェイが、ああ、山ですか。もっちゃん、エビ、そば、三峰、ね、新南とかから三峰って今言われたかな。読み上げがこれなんか接触悪いのか USB オーディオデバイスの問題なのか、かすかにしか聞こえないんですよ。かすかというか、走ってる途中でも問題ないぐらいの音量にならない。12時50分。ああ、でもその前に曲がっちゃいますね。残念。いや、それほど残念でもないかな。私は鉄道は見かければ取るけど、あんまりコストかけてまでは取ろうとしてないので。まあでもやっぱタイミング悪いんで残念ですね。おはようございます。タイヤはスリックタイヤです。セミスリックってレベルじゃないよな、これ。全然出っ張ってないし。西の駅荒川は前キロキロさんとネロさんと夜ここ通過して、もう日暮れ後にここ通過して、あ、店やってないなとか。いや、確かキロキロさんが何か食べてたっけ。もう暗くなってからこの辺り前通過したことあります。あの時はネロさんと、奥秩父港の湖畔に泊まって、あの野宿して、でそこから中津川林道で三国峠、川上村にいた時かな。車の中からお子さんが見てたので、軽くピースをしたら向こうもピースを仕返してきました。咀嚼な。
ん、何で品種返しされたいいじゃないです、嬉しいですね。いや、なんか中からニコニコしながらこっち見てたんで、あ、カキがいっぱい積んである今の車、可愛いですよね。ここの橋高いな。自転車、マウンテンバイクですけどね、今流行りでないマウンテンバイクですけどね、有名人まあ徐行っていうのと、あとは歩行者優先でっていうのが重要ですかね。ギャーギャーさ、ピース、機械的には、あ、確かにいろいろあの メカニカルな感じはマウンテンバイクの方ですよね。どこがなってんだろうなこれ。駆動周りのあの機械的な音じゃないから、まあ大丈夫かな、機械っぽくないから。ん、リアディレイラーの、イオンってほどでもないですけどね。うん、イオン多いですね。1、2、骨か。セオサイクルのブレーキのところを見てもらいたいんですよね、それよりも。ん、クロス、初心者クロスバイクで、2万って言われましたかね。2万だとクロスバイクどうなんだろう。なんとなく人に勧めるとしたら、4、5万ぐらいの進めそうな気がするな。ジャイアントのあのエスケープエアは5万しないぐらいでしたよね。ライト、ああ2万ってどんなんだろう。エアは5万しないぐらいじゃなかったですかね。4万台からはぐらいは私は知ってますね。だいたいジャイアント、今クロスバイク買うとしたら、じゃあ広角類ってことか、外国格か、5万4000か。だいたいジャイアントかビアンキーになりますね、そのあたりの価格帯で探してると。ん、7円、5、6万、そうですよね。輪行するんだったら、エスケープエアっていうジャイアントの軽いクロスバイクはかなり有利だと思いますよ。輪行するときの重さが全然違う。10万、ああ、カメレオンテ、うん、そう、どれじゃなきゃダメっていう言い方は好きじゃないので、2万のやつもどうなのか実態知らないんで分かんないですけどね。まあ、ああ、よかったんだろうか。ん、空気入れ、そう、私は決めつけるのが恐ろしいんですよ、何でも。あ、自転車の人たちだ。赤いタイヤだな。そう、やってみること重要という方が大きいですね。証券者か。おはようございます。お、ご夫婦で証券者で、山に、そうですね。でもまだ線路の近くなんですけどね、自転車、いやでも前フレームにひびが入ったチタンのマウンテンバイクは修理して使いたくなってきました。はあ、ジャイアントのエスケープでレースっていうのがどういう感じの、私レース今ほとんど知らないんで。おはようございます。
何が恋しい。チタンのマウンテン、あれ何がいいって、フレームが軽いのと、あとあの V ブレーキでディスクブレーキよりもやっぱり軽くなってるのと、あのキャリア周りとか輪行の時とか全部において今のより楽なんですよ。人間の、うん、そう、まあ確かにやっぱりエンジンなんですよね。ママチャリでわざわざ峠登ったりする人もいるし、あでもアイスの車は特殊かな。V ブレーキないんですよね。クロスバイクの方が V ブレーキについては選択肢が多いですよね。んスノリおはようございます。うん、あ、そうそう、クロスはタイヤのサイズが 700cc で、なんか私はあれが、ま、あの前輪をハンドル急角度に切ると足が当たるんですよね。それでなんとかこけました。スブレンコ前方のやつですかね。やったー、またかわした。でもやっぱりあのさっきも言われてたけど、やり始めてみるというのはかなり重要なところですね。ん、何チェック、何チェックするんだったっけ。おお。グランド、グランドピアノってシャレならないぐらいの値段じゃないんですかね。全然知らないんですけど。あ、 GPS、 今ここ出てないですか。ちょっと待ちよう。ここじゃできないな。100万ロードマン、ロードマンの時代っていうと価格、今出てないですか。あ、じゃあチェックします。さっき、そうか、さっきあの列車撮影したとこで、あのポタハイがしばらく切れてたみたいだから、あの時に切れたかな。お待ちください。ああ、死んでますね。ピストバイクは最近どころか、私はピストバイクを走ってるような都内の方はあんまり走んないからな。私はピストバイクはほぼ見たことないですね。流行り廃りで言うともう廃れたんじゃないのかな。もちろん乗ってる人もいるんでしょうけどね。なんかピスト系の雑誌とかあったけど、渋谷、あのちゃんとブレーキついたやつで、あのピストっていうと全部違法みたいなイメージがついちゃってますけど、あれはちゃんとブレーキついたの乗ってる人いますからね。乗ってる人のっていうとなんか比率的に間違ってる気がするな。ブレーキなしの乗ってる人の方が少なかったと思いますけどね。レンタルバイク、都内アップダウンありますよね。ピストンあれ一番軽くなるんじゃないですかね、自転車的には。変速機ないし、シングルスピードイコールピストンでいいんですかね。メカ、アディレラ、言い訳よ。そうなんですか。 Z さんがまだ追いついてこない。グリップ幅、シングルスピードイコールピストではないかな。そこ確か、ダメだ、聞こえない今、すいません。いや、真相じゃないと思います、今のは。別にうるさくないし、単にあの今のバイクの音としては標準的ですよ。集団で走ってるとなんか敵視されますよね、バイクは。
今のは全然問題ないと思いますよ。旧車、旧車会野営、私は今の時期野営したら風邪ひくな。ムスクス 1100MSX ですか。確か30周年だったっけ、最近あの MSX のさっきの、さっきのとこ良かったですね。まあこの道も私はもうすぐ離れて、いやこの道自体もそもそもまっすぐ行ったとしても車はもうすぐ減ります。ワンチップそう、昔のパソコン事情を考えると今のもうあ、やばい、またなんかあの、またなんかあの車が邪魔、自転車が邪魔論争になってるとしたら厄介ですね。それ結論出ませんから多分、結論というかあの合意しませんから絶対に、合意に達しないので。お？あ、なんてないですか。ん？今の。左足、うん、お、マウンテンバイク、いたずら工作室、これ確か前見たような気がするな。あ、ニットリさんおはようございます。私は今日は秩父です。で、ここだな、分岐は。そう、ウィンハスタブレット今あの富士通のやつ買おうかどうかなとか思ってるとこですよ。富士通のアローズタブの Windows のやつ、あれがですね、実際10時間ぐらい持つのかどうかを知りたいんですよね。そう、バイクは結構反感持つ人いますよね。私はあのとりあえずあのナンバープレートが後ろから見えないようにひん曲げてあるやつが嫌いなだけです。あのひまげてあるやつは私はあの責任取りませんっていう表示に見えて嫌いなんですよね。道の駅、あ、荒川寄らずに来ました。あ、青なった。半分ぐらいですよね。だから 15.5 時間って書いてあるのは10時間持たないかな。昼飯どっかでか、あるいはもう駅まで関東の方。Z さんは今ここ出してないよな、確か。ちょっと Z さんのツイートをチェックしてから行きますかね。ここが最後のコンビニって書いてるのが15分前だから、あ、15分前にコンビニで、多分10分前ぐらいにコンビニ出てるとしたら、1.5 キロ、4.5、違う、5、6キロぐらいあるわけだから、6キロ Z さんで、まだ10分20分かかりますね、Z さん多分。おはようございます。というわけで、ここでもうお別れです。で、こんなところ Z さんと、あと丸大さんも多分来ると思うんですけど、Z さん、いや、私年齢知らないですね。多分20代ではないと思う。いや、年齢確か聞いたことある。聞いたことあるんだが忘れた。私とそんなに下じゃなかったと思うな、確か聞いたことあったと思う。というわけで、ここからはあの Z さんたちの予定ルートから離れます。そう、両紙でいいんでしたっけ、本当に自信ないんだけど。そう、アトムが最近あの パフォーマンスが上がって、ん、骨異常まあ今の私が使っているパソコンのアトムでも配信用には問題ないんで、それよりさらに高速になって、で本体だけで1日ぐらい持って、あとあの旅行先での情報収集とか、今この配信に使っているルックスってパソコンはあのルートラボとか使って翌日のルートを作ろうとしたりすると結構遅くて厳しいんですよ、画面も小さいし。
こいつの液晶って 5. 何型なんですよ。なのでタブレットの8型とか10型を買ってそれで配信ができればいいなと思ってます。え、アイゴ、アトムはかなりパワー上がってますよね実際。なんか 3D 性能もあのグラフィック設定かなり落とせば普通に遊べるらしいので、まあその上でどんだけ時間が持つかですね。とりあえず戦闘で戦闘に昨日出てたんで、あの川崎とかのヨドバシとかビッグカメラで見てきたんですけど、行動この配信がですかね、ここ道が新しいですね。おはようございます。内臓も上がってますよね。あと QSB も確かついてるんだったかな、ベイトレールは。外配信だったらアトムだと思いますね私は。ただあの富士通のその狙ってるアローズってやつはあの元はエアじゃない iPad と同じぐらいのサイズと重さがあるんで。おはようございます。こたつか、あれ止まった、暑くなってきた、本当天気いいですね今日は。早い、これ同じグループだろ多分、こんな飛ばす必要ないだろう。太陽下の人か、富士通なんかその半周を狙ってるやつは他にもあったんですよ。パナソニックのレッツノートの J10 とか J10 電波弱いか、ちょっとだけ、いや富士通日付なんじゃないんですけどね、そういうなんかあのお事故例なんか久々聞いた。アルタブはウェブカメラつないで配信やって1日持つかどうかが気になってます。いらっしゃいませ。今日の登りはどんぐらいあったかな、今登ってるとこは一番連続して登るとこだったと思う。なんか飲み物持ってくればよかったな。あ、アローズはなんか爆熱だったらしいですね。今のそのタブのやつは Windows 8のタブはそうでもないらしい。パタリング、いや295ですか。地図見ると、あ、超、あ、わかんないなこれ、んマック なんか剣道っぽいですよここは。
あ、聞こえなかった、すみません。うん、県道ですよね、37号って。県道のマークは六角形だから、あ、自販機ありましたっけ。なんかヘキサとか言ってますよね。あの看板、あの六角形の看板のこと。29万、あ、いらっしゃいませ。あ、37号って書いてあります、あそこ。バックに、あ、そうそう。タッチしないようにしないといけないんで、なんか6方法あるんじゃないですかね。ダメだったら、まあ、ケース、布製のカバーかなんかに入れて、使えば、いけるんじゃないかな。ゆるくずっと登ってます。あ、トンネルだ。この先トンネル内すれ違いできません。あと、あって言っても私はここ昔通ってるはずです。覚えてないだけ。やたらトンネルすれ違いできませんの看板が多すぎる。いくつあるんだこれ。反射が、この先トンネル内すれ違いできませんっていう看板がここまでで10個ぐらいあるかな。火気電力不足により短っ。涼しい。ああ、やっぱサドルアームが鳴ってるっぽいな。さて、電波はどこで復活するかな。あ、来た。うん、スマホどうかな、戻ったかな今の。ん、加藤どうですかね。あ、戻ってますね。リロードお汗で、あ、それ言ったらあの防水なんですよ、アローズタブ。今これ来てますよね。上り速度が300以上出てる。うん。手彫りというか、まあ素彫りっていうのかな、あの補強せずにやるのが確か素彫りだって聞いた、あのウィキかなんかに書いてあったんで、あれは素彫りトンネルってやつかな。というわけでトンネル出ました。ここから下ります。ふう、ちょっと汗かいた。抜く、あ、NUC か。なんかあの超小型のサーバーみたいなやつですよね。ん、吹き抜け。あれ下っててもあまり道下ってないかな。今これ下ってるけど。カタカナ、あ、そうそう、英単語ですね。あのなんかローマ字読みもせずになんか ABCD っていう風な感じで読んでしまうことがあるんで、長い英単語は全部英語っていう風に置き換えてしまってるんですよ、読み上げの時に。そう、長く読んでしまうのを防ぐために抜く。
あ、そういう意味じゃないか。 NEC ってのはそういうことか。 NUC はローマ字にしてしまうからカタカナで書いた方がいいっていう話ですね。理解した。でもう今頭の中ですっかりその GPS をグプスとか、あのグプスって聞くともう頭の中で勝手に GPS に変換されるようになってますけどね。 NEC は確か昔からある言葉じゃなくて、インテルが提唱している企画なんでしたっけ。あ、で今なんて質問されましたか。聞き逃しました。ん？ NG？ ん？ NG の話ではなくて、読み上げをどうするかって話ですかね。今話が噛み合ってないかもしれない。あ、いいですねこういうとこ。あ、さっきのとこですかね。この辺りいいな。いいなって言っても前来てるんだけども覚えてない。この道前いつ通ったっけ。確かこんにゃく配信、こんにゃく配信は昔やった覚えがあるから、ここも一遍通ってるはずなんですけどね。あ、そうそう、 NUC。 おはようございます。 NUC は何の略だったっけ。なんたらコンピューターかな。そう、こんにゃく食べ放題はとりあえず行こうかなと思ってます。200円でこんにゃく食べ放題です。その補給食として、ん、行者ピョンヤン、今なんて、でさっきあのイオンがキュッ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 って鳴ってる音なんですけど、お、ん、なんかサドルの上で跳ねると音が鳴るんで、でかっ。上田市ってあの長野のこんにゃくはあれですね、あのこんにゃくがいいのは繊維質だから、繊維質が取れるから、繊維質はな、繊維質は何だっけ、便秘に効くんだっけ。玉こんではなくて普通の、おはようございますこんにゃくです。今の近所の人なんでしょうね。こういうところあのおばあさんとお孫さんみたいな人が散歩してたりするとかなりほっこりしますよね。ほっこり、ん、なシューティング味ついてます、あの味噌が。ただですね、ひと切れがでかすぎるんでおかわりするのにかなり勇気がいるんですよ。ほっこりします。そっちじゃない。自転車私は使ってるのは2台、あと折りたたんでしまい込んであるのが1台。ん、何を見たい。小鹿野町入りこんにゃくですよね。確かにあの工程、添加物。今日はお泊まりじゃないです。明日仕事です。あ、さようならです。あの今ここ見えてるからだと思います。多分私は Z さんの方はツイッターで状況が分かった。私の折りたたみはあの MR4 っていうジャイアントの元折りたたみロード、今はフラットハンドル化してますけど。で、だいぶコメント飛ばしましたね。もっこり、マリモッコリまだ生きてるんですかね。今日は226インチのやつです。260インチとか言いそうになった。ん？ 50 円だから、あそこの食べ放題はどうだろう、値上げしたりしてないかな、もしかして。あ、そうそう、豚丼こっちの方名物ですよね今。ん？ あ、その自転車使わないのはあの折りたたみ機構で輪行楽になるかっていうとさほどでもないんですよ。あれは24インチのサイズのやつなんですけど、折りたたむのがそんなに手間が私がやると変わらなかったので、それだったらあの走りに全く制限がない、あの折りたたみじゃない自転車の方がいいなと思って。ん？なのでデザインが、その折りたたみのメリットっていうのは輪行の時に楽だっていうだけですからね。メリダ、私が今乗ってるのはメリダのマウンテンバイクです。あ、今は枠説明にマウンテンバイクって書いてたっけ。クロスバイクになってないですよね。パナソニックのマウンテンバイク復活させたい。あれはあ
まあ、わざわざそのキャリアつけるためのダボ穴とかを溶接してつけてもらったりしてるんで、セミオーダーで。お、犬犬。おう、あ、柴犬の方はなんかもう寝始めた。ん、マッツ、あ、じゃあ合ってますね、それです。今乗ってるのはマッツ TFS500 だったかな、もう忘れかけてる。メリダの10万ぐらいのマウンテンバイクで、デオレコンポーネントがデオレで、あ、いつもの、そうです、ビンディングシューズです。ん、何修理、パンク修理しか私はできないですね。ん、10万、まあ、強度というか、ダンシングするときとかに結構、まあでもそもそもその私が持ってるやつはフレームがサスペンションでちょっとずつ歪むというか、あの稼働して、あのフレーム全体でサスペンションやってるような感じなんで説明難しい。でも確かにあのひねるとちょっとふにゃっとなる感じはしますね。見られてる、ん、さっきの犬にかな、餅か、餅はないと思いますけどね、多分。東京オリンピックマジで、うん、はい。今日はちょっとあの喉が絡み気味ですね。朝飯も早く食ってきたから、飯食った後だからっていう理由じゃないな、これは。にしても暖かくて気持ちいいな今日は。ん？1億拾う？今のは何の聞き違いだろう。フレームが、ああ、それはありますよね。一番そうなんですよ。あの別のに乗り始めて初めてわかる。三峰口はもう過ぎてしまいました。過ぎてしまいました。あ、そうだ、イントネーションで、ん？ 40 キロ、トビック10億円、あの1億円でいいからくれませんかね。うん。パナソニック、あー、どうかな。今そもそもセミオーダーでマウンテンバイクやってないんじゃないですかね。フルオーダーしかないんでは。あとフレーム売りしかしてないんじゃないですかね今。パナソニックのオーダーシステムのポスっていうのがあって、ん？ちょんまげマウントです。どうですか？見てわかりますか？これ。こんだけ映してれば映像いったかな？ FM エリーと違ってあのコマ数が少ないから、ふっとあの映したりしても映像がいってなかったりしますからね。ん？あー、聞こえなかった。私が夏に行ったどっかが改築が終わったって言われたのかな？あ、1億円ありがとうございます。現地をいただきました。現地、後でちゃんとコメントであの誰が言ったかを特定しておこう。ん？ああ、聞こえなかった、すいません。田舎そば古民家、小森橋の耐震補強工事をしています。お、川が、なんか川が、これはバイパスされてるっていうのかな、なんか川の中で変えられてますね、ここ。特定、あの生 ID だったら私の過去の全放送でその ID で喋ったコメントと抽出したりできますよ、マジで。ジンバブエドル、ジンバブエドル有名ですけど、今あの辺りってどうなんですかね。ジンバブエドルがその円に対してものすごい差があるっていう。あ、そうそう、今日あんこ祭りですよね。去年でもあのすごい状態だったらしいんで、今年はどうなんですかねあれ。まあ私は終わりにいっぺん行ってますけどね、聖地巡礼で。ファン川が、これ工事するために
かな。でも橋の補強って書いてあるから、あの仮称、あの川底のあのあれ自体もなんとかじゃな、あのなんか工事しようとしてるわけではないんですよね多分。私がか。あ、今のバイク向けだ、ミンカーリ徐行っていうの。なんかウェルカムライダースなんとかっていう団体が活動してるらしいですね。あの花、映画になったのかあれは。廃止。そうそう、あとジンバブエドル生き残ってたとしてもレートはどんどん変わってると思うんで。ん？音が出展する？音？タナ。ああ、どうなんですかね。そう、カリカリは今言ってないかな。なんかサドルが。あれ？あの話してます。あの初めてそれの 3.7、 あれやっぱり全然今レートが変わってるんじゃないですか。そうそう、あのそんなものすごい状態だったらきっと変動も激しいだろうなと思ったら、今一桁違わないんですかね。イギリス、あのイギリスの食事美味しくないとかいう、あのなんだろうな、本当かどうかわかんないけど、特にどうなんだろう、本当なんだろうか。それもなんか言われ続けてるからみんながそう思ってるっていう話はないですかね。実際のところやっぱり食べに行かないと。本当かな。私はアメリカには何度か出張に行って、何度かって本当に 2,3 回なんですけどね。そこでショック受けたのが、あのベジタリアンバーガーっていう、ベジタリアンバーガーっていうジョークなんじゃないですかね。あのパンに生野菜とあとマヨネーズだったかな、なんか挟むだけっていう。びっくりしました。ん？ミシュラン。ああ、ミシュランってあれか、あの 星つけるやつか。ミシュランガイドってやつですね。ミシュランガイドのミシュランとミシュランマンのミシュランは違うんですかね。一緒なのかな。私だとあのマシュマロマンみたいなあいつが星をつけてるイメージがあるんですけど。こんにゃく駅、あ、西の駅だ。ってことはこんにゃくもすぐ近くにあるはず。ポテトが。ベジタリアンバーガー、いや確かカンファレンス会場で選べるやつだったんで、あの値段は分かんないんですけどね。でちょっと待ってください。ん？アメリカ、サンノゼでしたね確か。あ、ミシュラン同じなのが。ん？あー、聞こえない。こんにゃくどこだっけな。もうちょい先だっけ。今ここは道の駅です。カツ丼。ここじゃないな。確かこんにゃく工場のに併設だったはず。タイヤメーカーは、本業じゃないのか、ミシュランガイドが。そうそう、まだこれやってるんですね。ウェルカムライダー活動。あのバイクの、ロゴがオガノって書いてあるんですよ。あのロゴ前からあったっけ。なんか私覚えてなかったな。タイヤのまま、おお、なんかおケアが儲かるみたいな。
出かけ、ああ、そっちの方が分かりやすいな。タイヤの摩耗よりはそっちの方がなんか説得力が。ん、知らん。あ、まあそこは熊がいい。そう、三女勢、三の勢とあと三補正ってのがあるんでしたっけ。前どうでしょうで、ミスターの荷物がなくなって車で出かける場所、え、あ、そういうの、それが道の前なのか。もともと食事できます。工房パンで無料休憩所。この道の駅そういえば入ったことあったかな。まあでもこんにゃくかな。というわけで道の駅は見るだけ。ん、最終日。いや、気温は今どうかな、十何度あるんだろう。空気はですね、全然冷たくないんですよ。朝方はさすがに冷たかったけど、今だいぶ暖かくなってきました。